いやー服は好きなんだけども、服が多すぎるのもストレスになるんだよな。クローゼットの中、開けるとパンパンに詰まっていて、毎朝服選びに悩むのも、なんか時間もないし、すごくめんどくさい感じがするんだよな。まあ、なるべくおしゃれはしたいんだけども、少数精鋭の服だけでうまく冬服を回したい。そんな感覚に合うような動画って誰か作ってくれないのかなと思っている皆さん。こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画ななんですが毎シーズン恒例となる ミニママリストのの冬服はこの5点だけけあればいいといいととうテーマでおお届けをしたいなと思っております、まあ、僕自身はですね皆さんもご存知の通りミニマリストではないんですね職業柄いろんな服を買って体験しながら皆さんにですねいろんなファッションをご紹介したいなということで、まあ、どちらかというといろんなものを買う方ではあるんですが本来の僕自身は割とこうミニマリスト傾向がありましてあんまりたくさんの服を持って毎日違った着こなしを楽しみたいというタイプではなくて、まあ、以前にもちょっと 動画を出しましたがユニフォーム的にお気に入りのお洋服があって、まあ、それらをですねシンプルに合わせてなるべくですね服選びにかける時間は最小限にしたいと思う方なんですねですので自宅のクローゼットは割とすっきりとした状態になってるわけなんですがそういった本来であればミニマリスト志向的な僕自身がもし仮にですねミニマリストとしてこの冬を過ごすとしたら、まあ、この5点あったら結構心強いんじゃないのかなというのをですねピックアップしてみましたのでよかったらですね ミニマリスト的にものをですね厳選したい方もですね今回の動画最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的にミニマリスト志向の大人の男性にお勧すすめしたい冬服をですね、5点ご紹介したいなと思ってるんですが、まずは最も主役的で目立つようなですね、アウターから皆さんにご紹介したいなと思っています。やっぱり僕自身はですね、これまでの冬の動画の中でもお伝えして通り、ダウンもいいんだけども、結構中綿の方が好きなんですね。そこで今回皆さんにご紹介したのはこちらですね、アーバニサチドアーズのプリマロフト中綿ブルゾンですね。こちらが かかなななり使いいいいい勝手がいいんじゃないのかなと思います見ていただくとですねデザイン的にはミリタリー調のアイテムになっていましてですがブラックだとかチャコールグレーで色はですねシャープなので今っぽい雰囲気にまとまるのでこれは結構ミニマリスト志向の方にもハマりがいいんじゃないのかなと思います、まあ、ダウン特有のですねステッチなんかもないので割とプレーンに使いやすいですし中綿なので真冬というよりは12月前半ぐらいですねちょっと寒くなってきたら着始めてもちろん真冬でもですねプリマロ ソフトという中綿しっかりと機能性があるもの入ってますので十分暖かさも保てるかなと思いますのでこれが1枚あると冬のアウターとしては非常に便利かなと思いますサイズ感も少しゆったりめになっていましてトレンド感も拾っていますし丈も通常のダウンに比べるとちょっとだけ長めなんですねお尻がちょっとだけ隠れるような長さになっていましてこの辺りも程よい大人感も出せるのでなかなかバランスがいいかなと思います前を開けて着るとスタンドカラーのようにですね襟がしっかりと立ってこの辺りのバランスもいいですしまあめてのバランスもいいですし、まあ、締めて着ると 着てもですね見え方すごくかっこいいのでこれはですねなかなか雰囲気いいんじゃないのかなと思います、まあ、色はブラックとチャコールありますが僕はですねやっぱりこういったアウターに関しては長く使うものなのでブラックを選んでいただくとすごくいいかなと思います、まあ、アウターに関しては主役的なアイテムになってくるのでユニクロだとか自由だとかその辺りで買うのも悪くはないんですがやっぱりちょっと頑張って買った方が僕はですね気映えするかなと思うんですねそれでいて来年ちょっとどうかなというようなエッジの効きすぎたデザインではないので 割と中長期で使えるようなアイテムなので皆さんにもおすすめできるようなアイテムになってるかなと思いますちなみに僕もですね中綿のアウター愛用していましてこれは昨年買ったですねダイワピア39というブランドのですね中綿のアウターになっていますハーフジップでそんなにこう中綿もですねいっぱい入ってるというわけではないんですがこれでも十分でしたもちろんですね真冬の雪が降る日にですね長時間外に行ったらこれじゃ寒いかなと思うんですがそこまでの寒さでなければまあ十分これでも過ごすことができ できたので、まあので中綿アウターすすすごく使いやすいいやかなと思いま切るとこんな感じですね従来のダウンに比べるとボリューム感も抑えられてデザイン的にもですね先ほどのドアーズのようなちょっとミニタリー調のものが仕上がっていたりだとか結構自由度が高いのが中綿の良さかなと思うんですね、まあ、そういった点では1着あるとですねミニマリストの着こなしにはバチッとはまりますので是非皆さんチェックしていただければなと思っています はい、続いて2点目のですね、アイテムなんですが、先ほどアウターご紹介したので、その内側に着るものとしてご紹介したいのは、やっぱりですね、丸首のニットではなくて、スウェットかなと思うんですね。もちろん大人の男性が綺麗に着れるのはニットかなと思うんですが、まあどちらかというと、機能性重視のアイテムというよりは、見た目の上品さというところに特化したのが僕はニットだと思っていまして、まあ、それよりも日常的にガンガン着れるのはスウェットだなと思ってるんですね。なので僕自身ですね、 ちょっと小綺麗な着こなしをしたい時にはもちろん丸首のニットを着るんですが日常的によく着るのはスウェットの方なんですねこちらの方が洗濯もガンガンできますし気兼ねなく着ることができるのでミニマリストの発想には合うような秋冬向けのトップスかなと思いますそこで今回色々と見たんですがいいなと思ったのがこちらですね同じくドアーズになるんですが別注ヘルスニットのドアーズクルーネックスウェットですねこれがですねまあスウェット色々とある中でも、まあ、すごくですねミニマルで使い やすいデザインながらもヘルスニットというアメリカの老舗ブランドにですね別注をかけたアイテムということで品質も非常によく仕上がっているので皆さんにもお勧めしやすいようなアイテムになっているかなと思います。まあ、このようなスウェットというのはどうしても大人世代にとってはヘア着っぽいようなイメージがあるかなと思うんですね。まあ、僕もですね数年前まではやっぱりニットの方が圧倒的に好きでスウェットはなかなか大人には難しいでしょうと思っていたんですが、まあ、最近のスウェットというのはジャストサイズのヘア着っぽい感じではなくて少し厚い を持たせながらですねトレンドにうまくマッチしたようなものが増えていますのでこういったものを着れば結構大人世代でもニットと同じような感覚で、まあ、上品に着ることもできるので、まあ、スウェット悪くないなというのをです、ね、再認識するようになったんですねでこちらの別注のクルーネックスウェットなんですが、まあ、ヘルスニットというのはもう1900年創業のですね老舗ブランドなので割とベーシックなサイズ感のものが多かったりするんですが、まあ、そこにドアーズが別注をかけることでゆるさのあるサイズ感になっていまして現代的なアプローチになってるんですねで裏起毛なの で肌の接地面はすごくですね暖かくこれからの季節に抜群のですね素材化になってるのもすごく嬉しいポイントかなと思いますカラー展開が3色でこれまた全部いいんですねここが悩みどころなんですが、まあ、ミニマリストの着こなしって結構暗めになりがちなので例えばエクリュのようなですね明るいカラーですね真っ白ではなくて少し黄みがかってるんですが柔らかくて明るいカラーですねこういったものを取り入れていただければ先ほどご紹介したブラック系のですねアウターの内側としては適度に華やか かさがが出てですねバランスいいいいんじゃななのかなと思いますまたちょっと汚れが気になるなという場合はブルーを選んでもらうのもいいと思うんですねネイビーのようなブラックに近いブルー系ではなくてもうちょっと明るさのあるブルーになっていますのでブラックのアウターの内側に来てもしっかりと色の差もつきますし程よく華やかさも出せるのでなかなかいい色味かなと思いますまたチャコールグレーもいい色でなるべくモノトーンで深い色で合わせたいという方には結構シャープに見えるこのチャコールグレーがすごくハマりがいいかなと思うのでこのですねトップ 選びは結構好みに分かかれるかなと思うんですねまあ、このようなスウェットというのは冬だけではなくて秋だとか春にも使うことができるので、まあ、結構3シーズンアイテムに近いようなものなのでしっかりとしたものを持っておくのもいいかなと思いますでこのようなスウェットというのはユニコーンにも売ってるんですがジャストサイズだとどうしても部屋着っぽくなるので現代的なサイズ感のですねスウェットを1枚持っておくと大人の男性にも似合いやすいかなと思うので是非チェックしていただければなと思っています はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これはですね、結構地味なアイテムですね。先ほどご紹介したスウェットの内側に使ってあげるとすごく便利なのが、こちらですね、ユニクロ U のブラッシュドモックネック T シャツになります。まあ、これはですね、いわゆるロン T なんですが、いわゆるこう、タートルネックと丸首の中間ぐらいの位置づけのですね、襟元になってるんですね。着こなしの面でも一つのアクセントになりますし、純粋に暖かくもあるので、結構使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、使いやすい色で言うとですね、 やっぱりナチュラルですね、まあ、ホワイト系なんだけどもちょっと黄身がかったこのナチュラルというのが先ほどご紹介したエクルのスウェットとすごく相性がいいかなと思うんですねもちろんチャコールだとかブルー系の内側にこういったエクルを入れてあげて少し首元に抜け感出してあげるのもいいかなと思います、まあ、もしくはブラックでシャープさをですね取り入れてあげるのもいいかなと思うので、まあ、この辺りはお好みで選んでいただきたいなと思います、まあ、結構ロンティもいろんなブランドが出ているのでどれ買えばいいのかわからない方も多いかなと思うんですがやっぱりユニクロ U のロンティってすごく使いやすいんです ジャストサイズではなくて少しゆとりがありますしこの曖昧な色味というところもすごくおしゃれに見えるので、まあ、すごく持っておくと便利かなと思います毎シーズン展開していて価格帯も安くて買い替えもしやすいしそういったところも考えるとかなりミニマリスト的には相性のいい商品かなと思いますまあミニマリストの着こなしとユニクロのアイテムって相性がいいかなと思うんですが目立つところにユニクロ持ってくるんじゃなくてレイヤードのこのベースに持ってきたりだとか見えづらいところに持ってくるとすごくハマりが良かったりするのでぜひこちらのですね モックネック T シャツも皆さん改めてチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はボトムスですね。これもすごく重要なパーツになってくるかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介したいのは、僕も私物として愛用している、こちらのですね、ビューティーユースのフォロー PE バルーンイージーパンツになります。これが使い勝手めちゃくちゃいいんですね。以前ですね、動画の中でも一度ご紹介しているかなと思うんですが、基本的には少しワイドめのボトムスになっています。バルーンということで、まあ、もも周りに向かって少しこう膨らみ感があるんですが、膝から下ですね、テーパー なすいので意外と大人世代にも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います素材はウール見えするんですが100%ポリエステルなのでこの辺りも扱いがしやすいんですねそういった点でもミニマリストの方にも結構使い勝手がいいボトムスかなと思いますまあ、カラーに関してはブラックとグレーとオリーブがあるんですが個人的にはブラックを購入しましたが今回の動画の流れでいうとグレーを選んでいただいた方が上がブラック下がグレーということで重たくなりすぎ いなないいいいのでバランスがいいかなと思いますこちらのダークグレーに関してもすごくいい色でかなり深めのグレーになっているのでブラックと同じような見え方になるんですけども上半身にブラック持ってくると色の差はちゃんとつくのですごくハマりがいいんですねこれは1本持っとくとすごく便利で僕もですねガンガン活用しているボトムスなのでぜひ、まあ、皆さんチェックしていただきたいなと思いますそしてもう1本ですねちょっと5点と言いながら皆さんにご紹介したいのがこれなんですねユニクロのワイドデニムのですね これダーークグレーっていう表記でしたかねこれがね、まあ、使い勝手がすごくいいんですよ動画の中で扱いたいなと思っていたのでこれ買ったんですがプライベートでもガンガン履いてるんですね、まあ、デニム自体僕もあんまり最近履いていなかったんですねちょっとジャストサイズのデニムがなんか今の気分に合わないなということで履かなかったんですがワイドフィットのデニムなんだけどもそこまで緩すぎずにな、まあ、おかつブルー系ではなくてブラック系で、まあ、ちょっと色落ちしたようなグレーになっているので適度なシャープさが出るのでこれもいん 使いいい勝手がすすごくいいんですよ何にでも合わせが利きやすくて先ほどご紹介したブラックのアウターともですね非常に相性がいいかなと思います結構カジュアルなスニーカーにも合うしあとはローファーなんかにも合うので結構これ改めてですね名品だなというのを実感している秋冬シーズンになってるんですね、まあ、ビューティーユースのちょっとウール調のポリエステルもいいですし、まあ、やっぱり気兼ねなく描のであればデニムも使いやすいと思いますしその中でも今っぽいワイドフィットでだけども太すぎないこのユニクロのデニムがかなり かなり優秀かなと思うのでこの2本ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています はい、続いてラストは足元スニーカーをご紹介したいなと思います。まあ、ミニマリストのスニーカー、何がいいかなと今回いろいろと考えたんですが、今ここにあるのはですね、くたびれ果てた私物のですね、サロモン XT6 なんですね。まあ、これも3年間履いてるんですね。さすがにですね、もう寿命が来たかなと思ってるので、そろそろ買い替えたいなと思っているんですが、XT6、いまだにすごく大人気で、なかなか在庫も安定しないし、値段も結構高いんですよ。 なのでもうちょっと気軽に買えるものがないかなと思って今回ご紹介したのはこちらですねビューティーユースの国内エクスクルーシブサロモン XT パスウェイ2になります価格がですね1万9800円ということでまあ買いやすい価格帯でもありますしすごくバランスのいいスニーカーになってるかなと思いますサイドから見た感じですねこのギザギザの模様がまさしくですね XT シリーズらしいなとは思うんですがブラックベースに対してソールはホワイト系になっていてこのギザギザ部分がシルバーになってるんですね結構 ブラックク系ののボボトトムムススだだととかかダーーグレあとはホワイトのデニムなんかに合わせていただいても真っ黒すぎないこちらのスニーカーの方がハマりが良かったりするのであらゆるボトムスに合わせやすいんですねそして先ほどご紹介したユニクロのグレーのワイドフィットデニムとこういったサロモのスニーカーもめちゃくちゃ合うんですよなので一足持っておけば様々な着こなしに合わせられるし XT6 よりも高すぎないというところでこれがバランスいいんじゃないのかなと思います、まあ、カラー展開ブラックとベージュありますが が断然ブラッッククがおすすすめななのでこちらはチェックしていいいたただきたいなと思います、まあ、今回はミニマリストの着こなしということでまとめていますが決してこうミニマリスト志向の方だけではなくて大人の男性であれば結構バチッと似合いやすいようなスニーカーになっていると思うんですね意外とちょっと緩めのビューティーユースの360度マスターシリーズのセットアップだとかそういった着こなしと合わせていただいてもハマりやすかったですのでかなり守備範囲の広いスニーカーだと思いますぜひ皆さんですねこちらもチェックしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではミニマリストの冬服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。個人的にやっぱこの企画が好きなんでしょうね。結構いろいろと見ていてもワクワクしてくるんですよね。なるべく少数精鋭の服だけ過ごすんだったら何を選ぶだろうという感覚で僕はいろんなサイトを見てきたわけなんですが結構今回のピックアップも割れながら良かったかなと思います。結構最小限のアイテムで今っぽさも漂うし、なおかつ複数年先を見据えた 上ででもエッジが利きすぎてないので使っていただけるようなスタイリングが組めるかなと思うのでよかったらぜひこの辺りのアイテム皆さんもチェックしていただきたいなと思っています、まあ、最近はいろんな情報が世の中に溢れている中で、まあ、改めてですね少ないものだけで過ごすという考え方も僕自身は好きなので、まあ、定期的に皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんですね結構先日ですねアップした秋冬のユニフォーム5000みたいなものもですね皆さんからのコメントたくさんついていてやっぱそういった思考で服を考えている方も多いんだなというのは 改めて実感してるんですねですので僕の動画の中では定期的にこういった動画も作っていきたいなと思ってますしあとですね来年の春頃に結構こういった少ない服の量だけでシンプルに着こなすみたいなですねテーマの本を今ちょうど作ってる段階なのでそちらもですねぜひ皆さん期待しながら待っていていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに